はい。皆さん、こんにちは。村長です。プロ野球がとってもですね、白熱していまして、え皆さんも YouTube どころじゃないという方もたくさんおられるんではないでしょうか。僕も野球は大好きなんですけれども、先日より新しく開発した ChatGPT の API を使ったオリジナルの ChatGPT、これにちょっと夢中になっています。なぜかと言いましたら、 僕の方ではですね、この今画面に出しますけれども、右クリックをしまして、そしてここに専門家メニューというのがあります。DTM のアドバイダーになったり、システムエンジニアになったり、今回のバージョン1.4では、医療のアドバイダー、子育て、法律専門家、心のケア、そして福祉、介護の情報、 この辺のところが新たに増えました。そしてもう一つ今回の目玉というのは方言のメニューがありまして大阪弁京都弁これをちょっと前にやらせていただいたのは僕自身が奈良関西の方ですので大阪京都弁だけは先に持ってこさせていただきました。その後は北の方から青森秋田名古屋弁 博多弁、鹿児島弁、沖縄弁というふうにですね、8つの地方の言葉を喋るようになっています。これって皆さんお遊びのように思うんですけれども、僕も初めはですね、ここにありますように、ラっちゃ、どりゃというのが語尾につくような、こういうものをまず初めは考えました。例えば、 複合顔文字というのにやってみましょう。こうしましたら、どの顔文字ということがなく、チャット GPT 自身は2021年までの情報というのは持っていますので、特にこのキャラクター顔文字というのはですね、スマホが当たり前になる前の日本の文化でして、柄系のところでは皆さんこのキャラクター文字を、まあ、今もですが案外使われています。 とっても親しみのある絵文字ということで、いくらかは使われた方もおられるんではないでしょうか。まあ、この頃は LINE スタンプなどで表現をされたりすることも多くなりましたが、何はともあれ、ちょっとやってみます。こんにちはと打ってみます。こんにちはとちょっと省略しました。はい。こんにちは。顔文字が出ていますよね。 どうかしましたかということで、このようにですね、顔文字で対応してくれるということです。別に一個だけつくというのではなくって、たくさん喋ればですね、その間にいろんな顔文字を適時入れてくれたりします。そういうことを考えて、なかなかこれは面白いんではないか。多分ですね、僕が知らないだけかもわかりませんが、こういうチャット GPT は他にはないんではないかな。 と思います海外には多分ないと思うんですよね。こういう文化自身がないですから。ですからまあこういうものを考えたわけです。そしたらこれができるんだったら各地方の特に青森弁とかそういうところってものすごく方言が強いですよね。そういうのでやればもっと面白いんじゃないかなと思ったんです。これをここれをで 方言メニューのその一番強い青森弁に変えてみます。そうしまして、同じように、こんにちはと、このように打ちますと、青森の言葉で話してくれます。まあ僕、青森弁のことは知らないし100、100%ネイティブというのではないとも思うんですね。チャット GPT が知ってる範囲ということになるんで、ちょっとだけ、こんちわ こんにちは、ちょっとだけですけど、青森弁ではちょっとだけが使われるということですね。今日の面白い話はと打ちます。結構面白いことがあったんじゃけん、ちょっと前のことじゃけん。お正月に青森市のというふうにですね。こういう言葉を。 つけて話をしてくれます。ちょっと関西弁に変えてみましょう。大阪弁。いきます。まあ、僕はこれが一番親しみやすいんですけれども。いい天気の時って、どんなことする。 というふうに聞きます。せやな大はしゃぎせいや。泳ぎに行ったり、バーベキューしたり、ドライブ行ったり、公園でのんびりしたり、カフェでまったりしたり、好きなこといろいろやなというような感じです。このように、モードを変えると、トップのところにですね、今は大阪弁システムでやってるとかいうのがわかるようにも、1.4の方から、 アップデートしました。そして今画面が少しピンク色していますけれども、これはトップオンモストと言いまして、例えばこれをこっちへやっても必ずですね、こいつが上にあってくれるというようにコピペとかをするときにもこれの方がいいですよね。もちろんコピペもですね、手が埋まっているときにマウスだけでできるようにこうやって コピーというのもあってコピーと貼り付けなんかをやってもらえるようになっていますもちろんコントロール C というようなものも使えます細かなところはいっぱいマイナーアップデートはしていまして最初の頃はですねこのウィンドウをずーっと縮めたらですねこの入力のエリアも小さくなったり色々いろいろあったんですけれども随分システムが落ち着いてきました こんな感じで、最ンメ面モードというのは、こういうところでやるんですけれども、もちろん、英語の勉強をしたい人のために、イングリッシュモードというのもあります。これは、日本語で聞いても、必ず英語で返してくれたりします。例えば、こんにちはと、このように打ちますと、はい、英語で返ってきましたね。これっていうのは、どうなってんの ということでですすけれどもですねこういう技術のことをシステムロールと言います AI に対してリクエストを出す時にどういうふうになりきってほしいかそういうことそしてどんなことを専門的に答えてほしいのかというようなことをこちらからリクエストをしておくとですねそのような振る舞いをして返ってくるそれがシステムロールと言います。 これは通常の Web 版のチャット g p t では基本的にはできません。皆さんが打ち込んでいるのはプロンプトですので、英語で返してと言えば、英語で返ってきたりします。しますけれども、それは最初にですね、いくら言っておいたとしてもですね、向こうが何かのタイミングで英語になってみたり、日本語になってみたり、日本語で答えてって言ってるやろ っていうような感じでですね、思うような、そういう時が実際やってみてる方はわかると思うんですけれども、なかなか思うようにはいきません。でも、これはですね、例えば、花の種類を挙げてと打ちます。はい。これもですね、今画面に出ましたように、英語で答えてくれるわけですね。英語の学習をするのにはとってもいいのではないかな。 と思われます。そしてですね僕ももう還暦を迎えていますのでですね今やりながらもディスプレイにとっても近づいてるんですねでもこういうフォントサイズというメニューも作ってありますのでもう少しこう大きくですね出してとっても見やすいこれおじさんにはとっても でも受けてるんですねお友達なんかにはもう実際使ってもらってるんですけれどもこれは見やすくっていいねということで他のね全体の例えばブラウザも一緒になってしまうじゃないですか大きくとかしたらですねでも僕のチャット GPT だけがこのように大きくしたりいやもうちょっと小さく情報をたくさん見たいなと思えば少し小さめですね 標準はじめは12ポイントで出るんですけれども、こうやって全体を見渡せるように、こういうような文字サイズというのにも対応しています。先ほどのシステムロールという話に戻ります。ここに大阪弁とかっていうことを書いていますけれども、皆さんにちょっとこれはマルフィ情報なんですけれども、単に大阪弁で喋ってとか言うよりもですね、この地方 というのも指定してるんですね。プログラム上でですから、これだけ書くだけではダメなんですが、変数にこのように入れてですね、で、ここがそれの中心的になるサブルーチンなんですけれども、ここの関数に持っていってですね、これをチャット GPT にリクエストしたりします。そうしましたら、いかにもですね、大阪弁の人間、京都弁の人間、 そのように変わっていくということです。今のところ唯一無二のですね、チャット GPT ですので、返してくる応答自身は基本はチャット GPT です。でも、ここに作りましたように、専門家メニューというのがこのように11項目あります。法律の専門家とか子育てアドバイダーとかですね、これは単に名前だけつけてるんではなくてですね、 このようなシステムロールをチャット GPT に送信しまして、なるべくそういう知識を持って回答してくれるようにセッティングしてるわけです。僕だけじゃなくて開発者は今このシステムロールをどのように投げかけると一番効率がいいかということをかなり研究はしてると思うんですが、 今のところ僕のソフトだけプログラマーとかじゃない一般的な皆さんが使えるというのは多分僕のソフトだけですそしてちょっと慣れてきたとして自分好みの回答をするそういうチャット GPT にしたい時もできるんですはい僕のソフトはですねこのようにダウンロードをしたらですねプログラムだけじゃなくて GPT セッティング txt というテキストファイルがあるんです。これを広げていただきまして、このようなテキストファイルがあるんですけれども、ここの1行目ですね。あなたは日本語で回答するアシスタントですとこう書いてます。ちょっと大きく字をしておきましょうかね。このように1行目に書いてあります。2行目以降は何ら関係がありません。皆さんに書き方の一つのヒントを 与えてるだけでですね、先ほどの語尾をつけるなんていうのは、こういうような書き方をするとかいうことです。その他のちょっと専門的なところは、僕のマル秘技術ですので、ここには書いていませんけれども、まあこのようにですね、あなたは日本語で回答するアシスタントです。これをですね、日本語で詳細に回答するアシスタントですとか言うと、より 細かなことを言ってくれたり、言ってくれなかったり、これはですね、皆さん実験的にやってもらわないと簡単にはいきません。何度もテストをして、一番自分に合う回答をしてくれる。そういうことで、僕のやっているシステムロールとは違うんですけれども、ここでですね、例えば、ケーキ屋さんに勤めてるということであればですね、お菓子のパティシエの アシスタントです。というふうにすると、お菓子のことに詳しくなったりするんです。まあ、これがシステムロールの初めの勉強みたいなものですので、そういうこともあるんだ。だから村長のチャット g p t は方言を喋ったりするんだ。というふうにですね、そこだけ知識として少しだけ持っていてくれたらいいんではないかなと思います。 一般の人がプログラムを打たない限りはですね簡単にはこのシステムロールにアクセスすることは困難ですもちろんプログラムの知識がある人にはできなくはないことですですけどこのように皆さんに無料で商品化したのは多分僕が初めてではないかなと思いますので ぜひとも皆さんも使ってみてください。その時にはチャット GPT API というのがいります。3ヶ月は無料ですけれどもそこから先0.0002ドル1文字に対してというか本当はトークンという言い方するんですが皆さんは難しいこと考えずにまあ 一文字とと考えててくれれいいと思うんですけれどもそういうふうに、えー、費用がかかりますけれども目いっぱい使っても多分100円とか200円とか月にかかるだけそれぐらいになるんではないかなと思いますですからそんなに高いものでもないですしこの便利なチャット GPT そして僕の場合は GPT3.5 ターボというエンジンを使ってやっていますので 皆さんがフリーで使えているものよりはかなり高速に応答をしてきます。ぜひ概要欄に貼っておきますのでその API 登録とそして僕のソフト自身は無料ですのでダウンロードして使ってみてください。ただし今のところは Windows 版だけです。Mac の開発環境がないのでですね今はそんな感じでやっていますけれどもまた近い将来 Mac 版も出していきたいな とは思っています。尊重スタジオでした。